25日から列島に強い寒気がやってきて、日本海側中心に大雪をもたらしそうです。こちらは北半球の寒気と偏西風の流れを示したものですが、12月後半からはシベリア東部に強い寒気が居座り、日本に寒気が流れ込みやすい風の流れとなっています。特に25日から27日にかけて、今シーズン一番の寒気、数年に一度レベルの寒気が南下してきます。 今回は日本海側だけでなく、普段雪の降らない西日本や太平洋側でも雪の積もるところがあり、交通に大きな影響が出る恐れがあります。